のチャンネルへようこそ。ナナとリリとトモです。今回はベジタブルオットとコンソメ味恐竜の恐竜版を開けてみたいと思います。恐竜の恐竜版。はい。あ、違う。開けてみよう。畑の仲間9種類、畑のお客様4種類、恐竜が10種類。おのおのにあれだね、シークレットがあるね。だからシークレット今回3つあります。3つ。よし、開けてみよう。後ろにまた何か書いてある。よし、開けてみよう。イエーイ。もういた。コンソメ味。なんと、具材今日食べよう。あ、じゃあまずね、食べた。いろいろ探してみよう。ゴー。これなんですか。それはね、パラサウロロフス。お、ピンポン。パラサウロロフスです。これはなんですか。それ何それ。それエンドウ豆。エンドウ豆だって。これはなんですか。うわ、ティラノサウルスの頭。頭、骨。これは何ですか。それティラノサウルス。ティラノサウルス出ました。これなんですか。それはトトベジータ。トトベジータ、恐竜。これこのオットットのキャラクターの人。あ、そうなんだ。トトベジータ。オットットのキャラクターです。トトベジータ。これはトリケラ。それはそうです、トリケラトプス。これはそれ、それあれだ、かぼちゃ。かぼちゃ。これなんですか。うさぎです。これ、アヒル。それアヒル。これはそれ、カカシです。カカシ。あー、ヘノヘノモヘジの顔のやつか。これは恐竜の卵か。これ恐竜の卵、正解です。これは、あ、それは首長いよ。そう、フタバサウルス。フタバサウルス。うん、首長いよね。パパ、これ何、うん、これ。それは、ほうれん草です。どっちか、こっち、こう。違う、反対だね。こうか。そういうことです。それは、トマト。それは、ナス。これか。これはそれは、ブラキオサウルス。それ違う、ディプロ ドックスだって。ディプロドックス、うん、これ出た、パパ。それ、それトマト。これってなんか切れたのかな。変な形。これうさぎ。違う、シークレットだこれ。え、うさぎじゃないの。こんな感じの。避けといて、それ。わかった。いない、そんなの。うさぎじゃないか。うさぎのほら。おお、ちょっと違う。でも折れてること。折れてるもん。え、折れてるもん。はい、それウサギじゃない。ほら、だって形が同じ。ウサギだ。ウサギ、かぼちゃ。全然出てこないね。アヒル。あれ、これってそう、ホントだろ。それクワ。あ、クワか。これステゴサウルス。ピンポーン、ステゴサウルスです。あとシークレットだね。これトリケラトプス出た。それトリケラトプス出た。これなんですか。これいない、これはいない。シークレットじゃない。カモン。じゃあ、おいとく。またシークレット。本当のシークレットです。出ました。2個目。これなんですか。これはアヒルです。うん、それ何、何それ、なんかかじりかけだよ、それ。ベタベタしてる。今回出たのはこの子たちでした。じゃばーん、じゃばーん、じゃばーん。で、これ、これがシークレットみたいなんですけど、うん、シークレットだね。シークレットね、3つあるはずなのに1つしか出なかったね。うん、うん、しかもプテラノドン出なかったね。そうだね、普通のやつのプテラノドンも出なかった。それ以外は全員います。またね、箱の裏にね、書いてあった。本当のシークレットはこれですっていうのが書いてあるから、皆さん探してみてください。そうだね、買って。本当のシークレットは何か探してみてください。これの本当のね、名前も載ってるよね。うんうん、皆さんよかったら開けてみてください。このオットットでは携帯の AR アプリを
やって。この写真をかざすと、お、このようにこうやって立体の映像が出てきます。動かせます。こっちに行ったりこっちに行ったり大きくもできます。いいね。あ、これだと分かりやすいっていうブラックスです。皆さんも遊んでみてください。とノリトチャンネルではおっとっとの深海生物の動画もあるので、よかったら見てみてください。見てね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイ。ありがとうございました。